皆さんこんにちは。クラリス法人営業本部セールスエンジニアの田中です。今回は、クラリスエンゲージャパン2023を支えたカスタムアップ、抽選アプリの裏側紹介ということで始めたいと思います。2023年11月8日から3日間、クラリスエンゲージャパン2023が虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催されました。4年ぶりとなる オンサイドイベントということもありたくさんの方にご来場いただきましたありがとうございました現在 YouTube のクラリス公式チャンネルにてセッションの録画が公開されましたので見逃したセッションありましたらぜひご視聴ください今回ご紹介するスロットマシン風抽選アプリはクラリスエンゲージャパン2023を楽しんでいただく企画として スタンプラリーを実施しました。各スポンサーブースを回ってスタンプを集めていただいて、その数によって抽選を行い、豪華商品がゲットできるというものでした。クラリスファイルメーカーのイベントなのに、手回しの抽選機では物足りないということで、カスタムアップを作成することになりました。操作は至ってシンプルで、スロットレバーがボタンになっているので、 クリックするとスロットが回転するような動きをして左から順番にスロットが自動で止まり1等から4等の指定した絵柄が揃ったら当たりになります。まず実際の動作を見ていただきたいと思いますが GoToWebinar 利用している都合で動作と音がずれると思いますのでご了承ください。このクリックというところを押すとスロットがスタートします。 クラリスのロゴが揃い、Git のあたりが表示され、専用の BGM が流れました。アプリとしてはとてもシンプルなものです。そして、2023年12月5日にこちらのブログが公開されました。このブログは、抽選アプリの背景であったり、途中の流れが中心となっており、技術的な説明はあまり深く書いておりませんので、今回はその内容を補足させていただきたいと思います。 サンプルファイルについてはブログの最後にダウンロードリンクが入っていますのでこちらからダウンロードを行ってくださいスロットマシン風抽選アプリを考える中でやらなくてはいけないことが大きくこの3つになりますスロットを回転させる123列と順番にスロットが止まる1列揃っていたら絵柄の内容によって当たり これを今回利用したファイルメーカーの処理に当てはめるとこちらになります。デモを交えながらそれぞれの仕組みを解説していきたいと思います。最初はスロットの回転です。ファイルメーカーの基本機能の中でオブジェクトを90度回転させることはできますが縦方向に動的に回転させ続けるということはできません。 オブジェクトフィールドを使って回転風にさせる仕組みを詳しく見ていきましょうはいではまずサンプルファイルを開きます、はい、ではこのサンプルファイルの全体の構成ということでまずデータベースの管理ですね いただきますテーブルはです、ね、全部で3つあります。スロットマシンの絵柄や実際に実行しているレイアウトで利用するスロットマシンテーブル。そしてスタートボタンを押して実行した結果を保存する実行結果テーブル。くじは後ほど詳細説明しますが肝となるくじが入ったくじテーブルの3つとなります。 そししててリレーシションシップでですねとても単純でこれだけしかありませんでスクリプトも見てみますと、はいまあ、スクリプトいくつかありますけれど本当に必要なのはこのスロットスタートこれだけとなりますそれではスロットの回転をどのようにやっているのかレイアウトをばらしてありますのでそちらを見ていきたいと思います スロットの画像には、クラリスのロゴとファイルメーカープロの歴代ロゴを全部で5つ用意しました。では、レイアウトモードにしますと、こちらですね、繰り返しフィールドを利用していることがわかります。右側のこの赤枠のフィールドですね、こちらは繰り返しフィールド、これ同じものをバラバラに表示させています。バラバラに表示させるのはこのインスペクタの この繰り返しを表示というところで設定ができます。それぞれですね、もう一つ、この次の場合にオブジェクトを隠す、こちらに設定が入っています。グローバル変数のドルドルナンバー1が1と等しくない場合、隠すという設定がこれ入っています。グローバル変数のドルドルナンバー1が1 ナンバーが1だったら表示させるというふうにも言えることができます。では、これそれぞれですね、2、3と、このように入っております。では、こちらですね、サンプルのスクリプトがこちらとなりまして、ドルドルナンバー1が1から5までの値に、0.5秒間隔で書き換えてループするようにしました。 大事なのはこちらですね。ウィンドウ内容を再表示を入れているというところになります。こちらをしないと思ったように表示されません。では、それではこちら実行してみたいと思います。順番に表示するフィールドが変わることがご覧いただけたらではないでしょうか。はい、では、今度ですね。はい。先ほどのフィールドをですね。 こちら真ん中ににここのように重ねてありますではこちらも同じように実行してみますと、実行速度が0.5秒間隔なので遅いですが、画像を入れ替えているような画面というのが作ることができました。では今度は、こちらの上下ですね、先ほどの見ていただいたフィールドは真ん中で、 上と下にフィールドを増やしましまたここから少しややこしくなりますので表にまとめておりますグローバル変数のドルドルナンバー1の値によってどの繰り返しのオブジェクトフィールドを表示させるのかを決めなくてはいけません、はい、例えばですねドルドルナンバー1が値が1だった 倍ですねまず上ですね、上は繰り返しの2番、真ん中は1番、下は5番を表示させるように、それぞれですね、このオブジェクトの表示、次の場合にオブジェクトを隠す、こちらの条件に入っています。現在ですね、こちら今、スロットの画像5番のフィールドを選んでいますので、こちらはドルドルナンバー1が 4ではなかったら隠すという条件が入っています一方で下ですねこちらはドルドルナンバー1が1ではなかったら隠すという条件が入っていますこのように画面に配置してあるオブジェクトフィールドにすべて違う隠す条件が入ることで成り立つという形になっています では実際ですね、ブラウズモードにして実行してみたいと思います。そうしますと、上から下に流れているように動いていることが分かるのではないでしょうか。こちらをですね最終的に縦3列、横3列にしてあげると、今回のスロットマシンと同じようになります。こちらも実行してみますと、このように形となります。 最終的にはですね、はいえー、真ん中の一列が当たりとなりますので、まあ、上と下は関係ないよということが分かりやすいように、まあ、半分フィールドを隠してあげるというデザインにしました。最後にですね、少し余談となりますが、この Web セミナーですね、まあ、準備している中で、先ほどの。 この次の場合にオブジェクトを隠すの計算式の書き方、まあ、少々めんどくさいなと思いました。えー、もう少し汎用的に書けないかなと思っ,てし思っていたところですね、こんな書き方ができました。このフィールドをコピーしまして、ちょっと横にメモした計算式をすべてのコピーしたフィールドに割り当てます、えー。ゲット計算式繰り返し1番号という関数を使ってあげると、 全て同じ設定でもでもきてしまいまいすでは同じようにです、ね、実行してみますと、はい、このように、えー、実行できているということが分かります、えー、ただしこの計算は真ん中の行だけなので、まあ、上と下はまた別途考える必要があります、えー、ファイルメーカーのアプリを作る中で絶対的な正解というのはありませんので、まあ、新たな発見によりブラッシュアップできるというところが良い点かなと思います では続いてですね今度は123列と順番にスロットが止まるタイミングについてです先ほどご紹介したように次の場合にオブジェクトを隠すを使用して表示させるオブジェクトフィールドを決めています 上から下に流れるような動きになるようにループスクリプトで調整しています本来であれば流れる順番で止まるのが良いでしょうがそこは調整が大変なので今回はこのようにしました BGM の長さが決まっているので一つの列が列が回転する時間は秒数で決め打ちしていますスタートボタンを押してから2秒後に最初の列が止まります 後ほど詳しく話しますが何とか決まっていますのでその等数の画像を表示させてしまいますなので回転の流れを無視してつじつまを合わせていますもともと回転風にしているだけなのでそれほど大きな支障は感じていません続いて1列揃っていたら当たりの考え方です当たりを出すということは抽選をしなくてはいけませんブログにも書いていますが 決まっていない曖昧なことをさせるときに使うのが、このランダム関数です。なかなか業務の中で曖昧にしたいということは少ないと思いますので、ランダム関数自体使ったことない方多いのではないでしょうか。詳しく解説したいと思います。ヘルプには範囲内の疑似乱数を返します。0コンマ1とあります。これだけだとわかりにくいので、実際の実行結果を見ていただきます。 ランダム関数を20回実行したときにこのような結果が出ました。この時の一番小さな値が0.0319ということで限りなく0に近い値です。一方で一番大きな値が0.9419ということで限りなく1に近い値です。このように0から1の間で値を生成してくれます。 もちろんランダムなのでこの結果というのはこの時の結果であり実行するたびに変わりますではこのランダム関数を使ってサイコロと同じような計算をさせるにはこのように計算式を書きます6面のサイコロを例にして詳しく計算式を確認しますまず括弧の中から考えますので サイコロの面の数である 6× ランダム関数から得られた値ここでは 0.6846... 4.107... とととといいうう値値だししままますすすこれを計算しますとという値になります次にイント関数を使って4.107を計算しますがイント関数は死者誤入せずに指定した数値の小数点以下の桁を無視した整数部分を返しますので 4という値が返ります。最後に1を足します。イント関数で小数点以下を切り捨てているので0から5の値しか返ってきませんので1を足すことにより1から6が返ってくるようにします。結果今回のサイコロは5が出たということがわかります。ということでこのサイコロの面の数を増やしていきますと 10面のサイコロであればこのような計算式20面のサイコロであればこのような計算式そして1200面のサイコロであればこのような計算式になりますが1200面体のサイコロはありえないのでイメージとしては1200枚のくじ,がくじが入った箱の中から1枚のくじを引くというのが近くなりますくじの数をいくつにするのかというのは 参加者数の数から決めることになりますスロットマシン風といえど内部はくじ引きだったということが分かりましたではランダム関数を使ったくじ引きの課題が一つありますそれが同じ数字が2回以上出ては困るということですなぜかと言いますと経費の数が決まっているからです 1等の景品が全部出てしまったのに、また1等が出てしまっては困ります。サイコロも同様ですが、2回連続で同じ数字が出てしまうことがありますので、これの対策が必要です。そこで用意するのが、当たりくじを管理するテーブルです。1等から4等までのくじが何番に該当するのか、それがすでに出ているのかということを管理します。 ループを使って先ほどのランダム関数を使ってくじ引きをしますがループは隅フラグが空のフィールドに当たるまで終わりませんこれによって景品の数以上の当たりが出ることが防げます実際にどれぐらいかぶりが出るのか実験してみたいと思いますこちらのサンプルファイルは 6面のサイコロを6回振った時の結果をグラフで表示させるようになっています。では、こちらのボタンを押すと実行されますので、何度か実行してみたいと思います。そうしますと、普通のサイコロフロントと一緒で、同じ数字が連続してしまったりということで、偏りがあります。このように何度か実行していますが、1から6までが均等に出ることというのが、ほぼありません。 では、今度は同様にですねスロットマシンでも確認してみたいと思います。では、テスト用のスクリプトがありますので、こちらを実行してみたいと思います。 そしてテーブルですね。こちらに今、1から100までのくじがこれ入っています。これをループスクリプトを使って、連続で100回実行したいと思います。すでにですね、この墨フローが入っているところもありますけれど、これは実行時に消すようなスクリプトがこちらに入っています。では、実行します。はい。では、そうしますと、実行結果テーブルに、 順番にど,どうういいったた順番でここののがが出かかということが分かります注目していただきたいのが、この回数のところで、かぶらない数字が出るまでに用意した回数となります。まあ、最初のうちはです、ね、1回で出ていますが、途中からです、ね、2回、3回、6回とかぶらない数字が出るまでに何回か試したるというのがこのように分かります。 さすがに最後の方に来ますとですね、もう一番最後51回、えー、ループを回っているということがわかります。ですが、これ今実行した時間ですね、えー、07秒で始まり、07秒で終わってますので、まあ、1秒かからないような時間ですね、えー、この中で100回の実行、さらにはその中には何回か実行されているということがわかります。 このように高速にファイルメーカーが処理できるので内部的には何回も被らない数字が出るまでランダム関数を実行していますが動作には影響を与えていないということが分かりますこのランダム関数の使いどころですが以前より事例でご紹介しております大阪メトロさんがご利用中のアプリに e ラーニングシステムがあります。え、上部員の方を対象とした理解度確認や学習コンテンツを管理するカスタムアップで、開発はクラリスパートナーのコトブキ紹介さんが行っています。e ラーニングによる理解度確認テストをする際に、いつも一緒の質問が出てしまったはよくありませんので、ランダム関数を使って選択肢の順番、質問の順番の入れ替えができるようになっているそうです。 他にもランダム関数を使ったサンプルが提供されています。業種別に分類されたカスタムアップのサンプルが無料でダウンロードできるサイトがあります。こちらに掲載されたサンプルは、クラリスパートナー協力のもと、すべて完全アクセス権が開放されていますので、自由にカスタマイズして自社に合わせることもできます。この中に座席表作成というのがありまして、学校の座席表作成をランダムに行うものとなります。 ここにもランダム関数が使われていますので、興味ある方はダウンロードして中を参考にしてください。こちらのサイトは Web ブラウザからファイルメーカーサンプルと入れていただくとすぐに見つけられます。最後にまとめとなります。ファイルメーカーの標準機能を駆使することでスロートマシンが出来上がっていたということで、1から3を順番にご紹介しましたが、実際のスクリプトの実行順としては、 ランダム関数で当たりを決めてから、スロットを回転させて、当たりに合わせてスロットの絵柄を調整していたとなります。ゲームを作ることが業務システムに役立つのかと思われるかもしれませんが、他のノーコード、ローコードツールにはないインターフェースの自由度や処理速度は業務システムを作る上でも役立ってきます。最初にもお伝えしましたが、 ブログにてサンプルファイルを公開しておりますこのスロットの絵柄は現在クラリスのロゴファイルメーカープロの歴代ロゴが入っていますが簡単に置き換えできますので自社のロゴや製品の写真同僚や上司の方の写真を使ったりなどイベントに合わせてご利用ください今回の内容は以上となりますご視聴ありがとうございました